スカニアバスにおける、ドレーンエルセエンジン指導連結装置エンジン、指導連結装置、古希アルコールエンジン指導連結装置、または古希吹き込み式アルコールインターロック装置は、個人自動車用の古希アルコール検知器である。運転者は、自動車の運転を開始、または継続する前に、装置のマウスピースに息を吹き込むが必要がある。 分析されたコキアルコール濃度の結果がプログラムされた血中アルコール濃度を超える場合、装置はエンジンの指導を阻止する。連結装置は車内の運転席付近に設置され、エンジンの指導システムに直接接続されている。電子監視の一種である。エンジン指導連結装置は、その国、州の最大アルコールガイドラインを満たす有効な 呼気サンプルが提供されるまで、イグニッションからスターターへの信号を遮断する。有効な呼気サンプルが適用された時点で、車両は通常通り始動することができる。エンスとしてもすぐに再始動できるように、タイムアウト時間内にエンジンがかかっていた場合には、車両の始動に呼気サンプルは必要ない。エンジンが始動した後のランダムなタイミングで、井戸は ローリングリテストと呼ばれる別の呼気サンプルを要求する。ローリングリテストの目的は、ドライバー以外の人が呼気サンプルを提供するのを防ぐことである。呼気サンプルが提供されない場合、またはサンプルがエンジン指導連結装置の前持ってセットされた、血中アルコール濃度を超えた場合、装置はイベントを記録し、運転手に警告し、イグニッションが切になるか、 またはクリーンな呼気サンプルが提供されるまで、国、州の規制に従って警告を開始する。よくある誤解として、アルコールが検出されると、エンジン指導連結装置がエンジンを停止するというものがある。しかし、これでは安全な運転ができなくなり、装置メーカーが大きな責任を負うことになるため、エンジン指導連結装置には、エンジンの自動停止機能がついていない。 最初のエンジン指導連結装置は、1969年にボルグワーナーが開発した。1981年、アメリカ合衆国ニュージャージー州の学生、ジェフリー・フェイトは、飲酒検知器を利用したエンジン指導連結装置の原型となる回路図を発表し、州のイノベーションコンテストで入賞した。1983年には、アイルランド・リムリックの学生、 ハンス・ドランがダブリンで開催されたヤング・サイエンティスト・コンテストで実用的なプロトタイプを発表した。1980年代に入るとアルコール検知器が主流となった。アルコール検知器は半導体式アルコール検知器を採用していた。半導体型エンジン始動連結装置は頑丈で現場での使用に適していたが構成の保持性が悪く、 高度変化にも敏感で、アルコール以外のものにも反応してしまうなど、実用化、普及は遅れていた。1990年代初頭には、信頼性が高く正確な燃料で延期センサーを搭載した第二世代のエンジン指導連結装置が製造されるようになりました。米国において、現在のすべてのエンジン指導連結装置は、米国運輸省道路交通安全局の基準を満たす。 ことが求められている。2022年7月から新車に適用されることになる2019年11月の EU 規制ではすべての自動車カテゴリーでアルコールインターロックの装着促進が義務化されている。最新のエンジン始動連結装置ではセンサーにアルコール専用の燃料電池を採用している。燃料電池センサーはアルコールが触媒電極面で 科学的な酸化反応を起こし、電流を発生させる電気化学装置である。この電流を測定し、アルコール間酸値に変換する。燃料電池は飲酒検知器に使用されている赤外分光法ほどの精度や信頼性はないが、安価でアルコールに対する特異性が高い傾向にある。ここで定義されるアルコールとは、エタノールのほか、イソプロパノール、ソルビトール、 メントール、メタノール、その他多くの種類のアルコールを含む装置は装置と連結された車両の電気システム上の活動の記録を残す。この記録は装置のセンサーが構成されるたびに印刷、またはダウンロードされるが通常は30日、60日、90日の間隔で行われる。当局はログの定期的な確認を要求することができる。 違反が検出された場合は、追加の制裁措置を取ることができる。定期的な構成は、基地のアルコール濃度の加圧された、アルコールガス混合物、または基地のアルコール溶液を含むアルコールウェットバスを用いて行われる。設置、メンテナンス、構成にかかる費用は、通常、違反者が負担する。イグニッションインターロック装置は、平均して、 設置に約70から150米ドル、監視と構成に1ヶ月あたり、約60から90米ドルかかる。多くの国では、飲酒運転で有罪判決を受けた運転者の条件として、エンジン指導連結装置を義務付けている。現在、米国のほとんどの州では、裁判官が執行猶予の条件として、装置の設置を命じることを認めている。再犯者や州によっては、 初犯者に対しては、設置が法律で義務付けられている場合もある。エンジン指導連結装置の中にはカメラが装備されているものもあるが、これは法域によって義務付けられている場合もあれば、自主的に使用している場合もある。このカメラの目的は、不合格という結果をドライバーと一緒に確認することであり、これにより、不合格という結果が第三者によって引き起こされた場合に、 テストの不合格報告をクリアすることが容易になるという便利な点がある。ヨーロッパでは交通事故死の約25%がアルコール依存症によるものである。そのため、欧州連合では長年にわたりアルコールエンジン指導連結装置の有効性に関する広範な研究を行っている。欧州委員会によると、これらの研究ではアルコール関連の犯罪を犯したドライバーの 再犯率を減らすために、従来の制裁方法に比べて、装置の効果が著しく高いことが示されている。そのため、アルコールエンジン指導連結装置を使用することで、飲酒運転を繰り返すドライバーが免許を維持しつつ、飲酒時の自動車使用を抑止することができる。これらの研究は、リハビリテーションプログラムにおいて、これらの装置が役立つ、可能性を示している。 アルコールエンジン指導連結装置自体にアルコール依存症の治療効果があるわけではないが、治療を支援することには成功している。これらの研究の一つは、スペインとノルウェーのバス運転手、ドイツのトラック運転手、ベルギーのアルコール乱用の有罪判決を受けた運転手、そしてアルコール依存症の人々を対象とした1年間の実地試験で構成されている。 2011年9月27日、欧州議会は包括的な交通安全対策を採択した。100を超える提案の中には、欧州のすべての新しい商用乗用車、貨物車にアルコールの影響を特に受けやすいドライバーのために、アルコールエンジン指導連結装置を設置することが含まれていた。2019年11月、EU 規則 EU2019。 2144において2022年7月6日以降アン5436に準拠したアルコールイモビライザーの接続用インターフェースを備えた自動車、バス、バン、トラックに対してのみ EU 形式認証が付与されることが決定された。その2年後の2024年7月7日からは EU で最初に登録された蒸気の車両クラスの全ての車両に このようなインターフェースを搭載する必要があります。このインターフェースは、新車の古希アルコールモニターの接続を容易にし、標準化するものである。しかし、実際の古希分析装置は規制の対象外となる。インターロック装置は、ビクトリア州、南オーストラリア州、西オーストラリア州、タスマニア州、ニューサウスウェールズ州で使用されており、クイーンズランド州、ノーザンテリトリー、 オーストラリア首と特別地域でも使用が検討されている。エンジン手動連結装置は2017年に導入された。有罪判決を受けた飲酒運転者に裁判官がインターロック装置の使用を課すことを認める法律は2010年から使用が認められていたが2016年までに55件しか使用されていない。運転者が支払うべき3500ユーロという費用が 使用の妨げとなっている。2017年からは、運転者に課される罰金から装置の代金を支払うことができるようになり、さらに再犯者には義務化される可能性もある。オンタリオ州やケベック州などのいくつかの州では、飲酒運転や古希サンプルの提供を拒否したことで、有罪判決を受けた者は、飲酒運転の前科の数に応じて、一定期間、所有、または運転する車両に、 エンジン指導連結装置を取り付けることを義務付けている。このように多くの飲酒運転の有罪判決を受けた場合、ノバスコシア州など一部の州では、執行された免許復活の可能性はなく、生涯にわたる運転禁止を課すことになる。しかし、オンタリオ州裁判所は、非常に多くの運転に関する有罪判決の後、免許復活の可能性がない生涯にわたる。 運転禁止を定める権限を持っています。フィンランドでは2005年に施行が始まった。効力発生は2008年。費用は1年で約2400ユーロ、2年で約1920ユーロ、3年で約1440ユーロ。再販率は5.7%で、プログラムなしでは30%だった。関連する行政機関は、 フィンランド運輸通信庁トリファイコムである。フィンランドではエンジン指導連結装置プログラムを受けたドライバーは1000人いる。フランスでは1500個のエンジン指導連結装置が設置された。現在、日本では政府による規制はない。国と自動車メーカーが導入に慎重なためエンジン指導連結装置の普及が進んでいない。一部のバス会社や貨物輸送会社が 自主的にこのシステムを使用している。2009年から2021年までの12年間で累計2707台のアルコールインターロック装置が出荷された。オランダでは2011年12月から血中アルコール濃度が一定以上で摘発された犯罪者にエンジン指導連結装置を使用することになった。5000人以上が参加したこのプロセスは 法的、技術的な問題から2015年に中止された。ニュージーランドでは2012年8月からアルコールインターロック装置が刑罰の選択肢に加わった。2012年12月には最初の装置が設置されたことが報告された。少なくともストックホルムではバスにアルコールインターロック装置が採用されている。2012年現在50周すべてにおいて 飲酒運転者に対する代替刑としてエンジン指導連結装置の設置を認める法律が制定されている。米国では有罪判決を受けた飲酒運転者全員が死亡事故に巻き込まれるのを防ぐことができれば年間800人の命を救うことができると推定されている。米国の標準的な装置は携帯型ユニットに取り付けられたマウスピースと 車両の点火システムに取り付けられて、バッテリーで作動するコードで構成されている。運転者は車をスタートさせる前にマウスピースに息を吹き込み、アルコール濃度を検査することが義務付けられている。デバイスの取り付けは認定サービスセンターで行うことが義務付けられている。デバイスは認定サービスセンターに直接出荷され、顧客が取り扱うことはない。 イグニッションインターロックデバイスの採用では、スカイファインサ社、ドレガー社、スマート、スタート社、ガーディアン社、イントキシロック社、ライフセーファー社である。ありがとうございます。